エンタメの学校って言っても有名人と関われるのはやっぱプロになってからっていうかまだまだ先なんかなと思ったんですけど、入学して1、2ヶ月えみたいな、こんなことできるんみたいな、なんか夢って感じの学校生活です。